癒しの放課後トーク。授業終わった終わったおにぎり食べたくなったね。おにぎり、お腹空いてきた。たまちちゃんが握ってくれたらより美味しくなりそう。僕でいいの？僕料理できないけど大丈夫？おにぎりくらいならね、作れますからね、誰でも。おにぎり難しいぞ。じゃあまつりちゃんに作ってもらって。そうしよう、まつりだったらできるでしょ。何入れてもいいですか？やめて、やめてください。あれ、今回の放課後トークを始めます。おー、めちゃめちゃ緊張してたんですけど。マジ？うん、でもなんかこう間近で、あのシロちゃんとね、その絡みを見れてなんかあ、いいなって思った。可愛かった。でもね、なんかね、距離を詰めると嫌がってくれるから、ちょっと見せれないなっていいよね。マツリ好きなタイプじゃん。そう、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ我々そっち派だから。でもなんかね、たまきちゃん、そのせいでマツリちゃんと喋るときに、うんうん、なんかまつりちゃんもぐいぐい来るから、はいはいはい、なんか白が逆にちょっと怯えちゃって。怯えなくてもいいんですよ。なんか可愛いんだけど、すごい抱きついてこようとするから白が逃げてるの。好きだからね。やめてもう、白ちゃんにセクハラしないでもう。いや好きだけど画面越しでいいかな。悲しい。たまきちゃんは好きな人にはどうしちゃうタイプ？うん、僕は好きな人には結構ね、なんかツンとしちゃうタイプですかね。なんか今日さ、なんか、うん、結構クールなたまきちゃんだった気がしてね。祭りがいたからかな。祭りにはいつもこういう感じだから。好きだからってこと？え？あ、いやそんな。いや、おめでとうございます。てるちゃんな。そんなことは言ってないですけど。ツンデレなんだから。ということで、あの今日の先生結構優しかったと思うんですけど、うん、考古学からのおにぎりの授業は勉強になること多かったですか？いやもうなんか知らないことしかなかったから、逆に、うんうんうん、なんかまあ祭りは賢いんですけど、さらに一歩二歩三歩と賢くなっていったかなって思いましたね。ということで、賢くても賢くなくてもためになる授業だったということが皆さんに伝わったんじゃないでしょうか。うん、それでいいのか祭り。良いです、完璧ですね。いいのか。名残惜しいんですが、お時間になりました。はい、それでは、まったねー。まったねー。うるさいな。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様、僕からのお願いです。どうか高評価ボタンをクリックしてくれませんか。そしてチャンネル登録がまだの方は、この画面の右下にある僕の顔のアイコンを押して、一緒に感動を分かち合いませんか。これからも超人女子戦士ガリベンガー V をよろしくお願いいたします。